うございます。お寺の朝から始まる安養な生活、あなたのウェルビーイングが整うテンプルモーニングラジオ、各週でお届けするアンコール配信。今週は愛知県西尾市浄土真宗本願寺派普賢寺西脇唯馬さんをゲストにお迎えした2020年のトークを再配信します。トークの後は音の巡礼コーナー、全国各地のお坊さんのフレッシュなお経を日替わりでお届けします。このラジオはノートマガジン松本松慶の北条庵よりお送りします。おはようございます。おはようございます。はい、今日も西脇唯馬さんとお話をしていきます。よろしくお願いします。はい。まあいろいろね、紆余曲折、まあそんなに曲折してない。はい。まあ今お坊さんになろうというところで、仏教を学んでいると、はい、で、そうですね。今日は何喋ろうかな。発心の話は、まあ、とっても、なんだろう。話したいなと思ってたことなので、ちょっとその辺行きたいかなと思いますけど。はい。まあ、改めて僕の、ノートマガジン、松本松慶の北条庵の記事の中に、発心というタイトルの、記事が、ありまして、これはそうですね、2020年、この4月、まあちょうど、だから唯馬さんが、3月末で、大学、慶応大学文学部を卒業しました、4年間お世話になりありがとうございましたと。で、これからお坊さんになりたいと思いますっていうノートの、唯馬さんのノートの記事があって、で、まあそれと合わせて、このお坊さんになるということを、その、唯馬さんのノートの記事で、書いたことについて、要は、まあ、住職、お父さんですよね。はい。から、いや、ここはちょっと、この表現はどうかな、的な、はい。ことがあったっていう話ですよね。はい、そうです。うん。で、なんかもう、お父さんが言うこともすごいよく分かってて、お父さんがどういう観点から言っているかっていうこともすごいよく分かるから、うん、なんかこう、胸が痛むようなこう感じだったんですけど。で、ね、はい、じゃあ、唯馬さんが何て書いたかっていうと、大学を卒業を機にどんなお坊さんになりたいかを書こうと思ったときに、阿弥陀様のような慈悲を持った人になりたいと、書いたら、住職にちょっとやめとけと言われましたっていう話でしたね。はい。うん、で、まあ、普通に聞いたら何がどうダメなのかさっぱりわかんない話ですよね、これね。そう、うん、そうだったんですね。なんか。いや、いいじゃんと思うじゃない。だって阿弥陀さんみたいになりたい。ね、のような慈悲を持ちたいって、いや、もう素晴らしい発心じゃないですかって、一般的にはまずそう聞くと思うんですけど、うん。僕はどちらかというと、何でしょう。多分ダメなんだろうなって、でもダメだけど、ちょっと勇気を出して書いてみたいなっていう気持ちでしたね。どっちかというと。なるほどね。はい。ダメな理由は、まあ、なんとなく分かっていたんで、なんとなくですけど、うん、浄土真宗でダメな理由はまあなんとなく分かっていて、うんうん、で、そうですね、うん、浄土真宗以外の、まあ、仏教を平たく見た時にも、うん、まあ、松本さんなら明るいのかなと思って相談してみた、そうですね、まあ、浄土真宗でなければ別に誰も何も言わないっていうか素晴らしいねっていう話で、こうお坊さんの中でもそうなると思うんですけど、
まあ、浄土宗でも、そこまで言わないと思いますけどね。なんかね、うん。うん。まあ、浄土真宗は、お作法がね、すごいはっきりしてるんで、うん。うん、そこに抵触するっていう話、引っかかるっていう。うん。うん、これなんで、一応その時うっすらと、いや、これなんか引っかかる人いるんだろうな。まあ、要は引っかかるお坊さんって話ですよね。はい。うん、そう。そこはなんでだ、なんでなんでしたっけ？あえて。それは、まあ、要するに、自力だみたいな話ですよね。自分が阿弥陀様のようになれるなんて考えるな、みたいな。はいはい。話。とんでもない話だと。はい。うん、はい。阿弥陀様の慈悲のかけらも持ち合わせることができない、この凡夫の我が身が、この身このまま阿弥陀様の働きによって救われていく。これが浄土真宗である。はい。っていうところからすると、かけらも、なりとも持ち合わせたいって思うこと自体が、うん、まあ、もうおこがましい話でありえない、とんでもないっていう、まあ、論理です。理屈ですよね。はい。うん。そうですね。うん。基本的に、父は、まあ、一時期活躍してた布教師だったし、うちは、法和会にも、人が集まるようなお寺でだったので、仏教イコール浄土真宗だと基本的には思っていたんで、うん、そうですね、まあダメなんだろうなっていうのは、まあうすうす気づきつつ、はい、気づきつつ書いたっていう感じですね。うん、子供の頃からそういう法話とかも、はい、まあお父さんもね、結構お説教もされてたと思うし、まあいろんな布教師さんが来たりもすると思うんで、お話聞いたりしてたんですか？それは聞いてました。おはい。素晴らしい。なかなか、うん、なかなかじっとね、子供を聞いてないですけどね。ちっちゃい頃は聞いてたんですけど、まあ、うん、その、いわゆる高校ぐらいからは、うん、面白くないなっていう。はいはい。はい、ああ、素直な頃は聞いていたと。そう、そういう感じです。はい。うん、はい。じゃあ、そういうところから、まあ、うん、まあ、難しいお説教もあればね、まあ分かりやすいお説教もあるし、うん、じゃあ染み込んでいたものもあるわけですね。そうですね。うん。はい。あったと思います。うん、でも、なんでしょう。その、すごい聞いていて、教えになんか共感できるとか、そういったことがあんまりなくて、うん。うん、高校、大学、の時は、まあ、特に大学はそれでちょっとお寺以外の進路迷ってたんですけど、何でしょう、なんかお寺に人が集まるっていうのがすごい好きだったんですけど、その、うん、いわゆる仏教に救われたとか、仏教に、まあ、数ある思想のうちで仏教にすごい共感するとかもなければ、うん、まあよく宗教者の人とかが言う死ぬのが怖いとか、なんで生まれてきたのかっていう、そういう疑問もまあ、不自由なく生きてきたからか、あんまりなくて、なくて、そんな、自分が、なんだろう、仏教別に、だし、たった一番進路が悩んでた時期です。うん、そっか。はい。うん。まあ、だったら、なおさらのこと、まあ、それでもなお、うん、お坊さん、やろっかな。で、今ね、その、仏教学院というところにいますけど、そこ行ってみようかなって思うに至った、この発心がね、はい。興味深いですよね。そうですね。うん。まあ、その、うん、まあ、なんとなく、
お寺っていうのが、まあ、進路の選択肢の一つにあると、まあ、なんでしょう。就職活動ちょっと始めてみたんですけど、うん、まあお寺が最終的にお寺に戻るんだろうなって思っちゃうとあんまり頑張れなくて、あ、はい、あんまり頑張れなくて、それをまあ就職活動で一人の大人の方に相談した時に、うん、だったら君はなんで、まあ得度してたね、なんで漱石を取って、なんでお坊さんとして生きていくのかもう少し考えてみた方がいいですよっていうふうに言われて、うんうん、そこから自分なりの答えがないかなっていうのを探しました。はい、まあ確かにね、その就職活動とかって、まあ実際にはみんな何社も受けて、それぞれの会社に絶対に私は御社に入りたいですっていうことを言ってるから、うん、まあ結果的にはみんな嘘をついているんですけど、うん、みんなどっかでなんかこう、まあ、なんだろう、建前っていうか、うん、でやってるところはあると思うんですけど、でも、その、いずれはお寺に帰るとか、まあ最後はそこをやるんだっていうことがあると、まあなおさらのことね、うん、いやもう私は御社もう全力でやりたいと思いますって言いながら、うん、うん、言いながら、いや本当はそうじゃないんだけどな、みたいなのが常にあると、やっぱ、うん、それやりきるの辛いですよね。そうですね、うん、インターン選考に2社ぐらい出してどっちも通らなくても出すのやめちゃいました。うん、でその、相談した人に、じゃあなんで得度、まあ、漱石持ってるの、まあ、そっちやりたいのっていうのことを、まあ、問われて改めて考えてみて、どんなことが浮かんできたんですか？うん、急にひらめいたわけじゃないんですけども、うん、うん、その自分がまあ言ってることコロコロ変わる方なんですけど、一番大事にしてる価値観とかなんか許せないことって考えたときに、一つはその一番大事してる価値観は、人の社会的価値とは別に存在価値を自分に対しても他人に対してもそのままで認められる人が増えてほしいなっていう増えてほしいなっていうか、まあそれが大事なんじゃないかなっていうのをすごい、まあ思ってることが一つ、うん、うん、自分の中にあって、でもう一つは、大学4年生の時に現代文を専攻してたんですけど、キリスト教の遠藤周作っていう作家の、はい、深い川っていう小説で卒業論文を書いたんですけど、うん、まあ、はい。それを読んで、まあ、いろんなことを考えているうちに、その、なんだろう、その、ちょっと宗教的なことと、その自分の価値観が、なんか、どこかでつながってたのかもしれないなって思った感じですね。はい。うん、そこの宗教的価値観は、その仏教の思想的な何かっていうことだけじゃなくて、きっと
ゆいまさんが生まれ育ってきたそのお寺、まあ、人が集まったら嬉しいなとかっていうことも含めた、その文化とか習俗的なこと、その、はい、なんだろう、この日本の、まあ、風土に染み込んだ仏教みたいな、まあ、そういうところも関係してるんですかね。特に遠藤周作からの話なんで。そうですね。そうですね。うん。だから仏教って悟りを目指すばっかりじゃなくて、その日本だと先祖供養とか、まあ、っていうかそっちの方がむしろ圧倒的に大きいんで。はい。うん。なんでしょう。ちょっとそことの関わりはわからないですね。わからないんですけど、うん、その、うん、自分のその、なんでしょう。結構、学校周り、なんだろう、社会的価値イコール自分の存在価値って決めて、うん、自分が苦しむ人とか、周りを傷つけちゃう人が、まあ、もしかしたら多いのかな、みたいな。はい、そういう、結構上昇志向の多い人が多い環境なんで、うん、そういうふうに、感じてて、それに僕はなんか違和感を感じてたので、その、まず前提にそのままでいいよって言って育ててくれた、まあ、親がいたし、うんうん、で、そのままでいいよって言葉って、その、阿弥陀様の慈悲と、慈悲でよく言われることだなっていうふうに結びついた感じですね。うん。はい。いいですね。はい。じゃあちょっと明日続きを聞かせてください。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。いつもテンプルモーニングラジオを応援してくださり、ありがとうございます。番組を継続支援してくださる TMR サポーターを募集しています。詳しくはテンプルモーニングラジオ公式ホームページ radio.templemorning.com ドネーションのページをご覧ください。ここからは音の巡礼のコーナーです。全国各地のお坊さんのフレッシュなお経を日替わりでお届けします。登場するお経やお坊さんに関する情報はノートマガジン音の巡礼をご覧ください。トークゲストへのメッセージやお経の感想などもノートマガジン音の巡礼ウェブサイトのコメント欄でお待ちしております。それでは今朝も音の巡礼へ行ってらっしゃい。
Krishna Paramita Harchudra Krishna Paramita Harchudra.
Sattva, Mahasattva, Bhupa.
existing right here, right now, in chanting Mahaprajna Paramita Heart Sutra, intimacy of relative and absolute, great compassionate Dharani, and in offering light, flowers and incense, we dedicate its merits to the awakened nature of all beings, the ocean of wisdom and compassion, the interdependence of all creations, to our original teacher Shakyamuni Buddha, to the embodiment of compassion Avalokitesvara Bodhisattva, to the embodiment of love Samantabhadra Bodhisattva, to the embodiment of wisdom Manjushri Bodhisattva, to the embodiment of women, children on the earth, Siddhikarbha, to the founders of the Soto lineage, Ehe Dogen Shochi Keisan Daiyosho, to the founder of Sonoma Mountain, Genshoji Shokaku Shunryu Suzuki Daiyosho, to the founder of Minnesota Zen Center, Dainin Katakiri Daiyosho, to the founder of White Plum Sangha, Taisan Maisumi Daiyosho, to the founder of Pioneer Valley Zendo Kosho Uchiyama Daiyosho, to the founder of Jigoji Zen Center Kobun Shino Otokawa Daiyosho, and to all the teachers of myriad streams that flow in the darkness, to all creations and their relations throughout space and time, may penetrating light dispel the darkness of ignorance, let all karma be wiped out, and the mind flower bloom in eternal spring. May our sincere vows to manifest the Buddha way be realized. Oh,
このポッドキャストはノートマガジン松本商家の北条庵よりお送りしました。お経コーナーはノートマガジン音の巡礼のご協力でした。ゲストへのメッセージや番組の感想などはそれぞれのノートのコメント欄にてお待ちしております。それではまたテンプルモーニングラジオでお会いしましょう。